ギリシアの哲学者プラトンが、エジプト美術は1万年を経ても変わっていないと言っているように、エジプト文明は保守的、伝統的とされていた。エジプト美術は、宗教、特に死後の世界との接点が多く見られる。人々は死後、魂が再びミイラや像を通して住めるようにと作られたという。同じ流れで、死後の墓、神々に捧げる神殿などには、 堅牢な石像で息を凝らす一方、現世の人々の住む住居は、足や木星レンガ作りの粗末なものであった。口にくい石像には、永遠性への観念が込められていた。古代エジプト人ほど、永遠という言葉を好んだ民族はないと言われる。太陽のごとく、永遠に、永遠永劫に、永遠の生命、健康、富といった言葉は繰り返し墓所内に刻まれた。 エジプトの絵のスタイルは、約2500年もの間、ほぼ同じスタイルで描かれ続けてきた。大きな特徴は、正面を向いた胴体に、横向きの顔と両足という固定したスタイルである。この特徴性のため誰にでも、エジプト風とわかるほどである。このような直立し、行固したようなポーズは、ファラオの神々しい姿を表し、描かれている。 生の美は古代エジプト人の美意識の中心をなすもので、永遠性と結びついていた。技法的には、岩山をうがって築いた墳墓の壁画などは、表面処理を施してから、さらに漆喰を下地としてその上に描く方法が、一般的であった。顔料は、鉱物性の粉末を玉にし、使う時にはこれを砕き、少量のゴムを混ぜた水に溶かして描く。朱色は、大川系の赤、木。 褐色で青、緑系は酸化銅から黒はススから作られた。掘りやすい石灰石質であれば浮き彫りを施すこともあるが彫刻工ではなく学校が担当し二つの色は明確に分けられていたようである。時代によって若干変化するが複数の人物や神々が描かれる際には一定のルールが存在する。 絵画のように平面に転写するという過程を踏まず、直接的に伝わる表現ができるため比較的、写実性に即したものになっている。この場合でも、あまり動的なものは好まれない。また、型にはまったような作品が多いのも、特徴で、個性というものが薄く均一な印象を与えるが、これは多くのものと比べてみたときに顕著である。立体芸術の中で一番有名なのは、 ツタンカーメン王の黄門の仮面であろう。これは、純金の打ち出しでできていて、贅沢の息を凝らしたものと言える。ツタンカーメンは19歳の若さで亡くなっており、歴史上、あまり大きな業績を残してはいない。しかし、他のファラオの墓はほとんど洞窟されてしまっているのに、大使彼の墓は完成以来ほとんど破損がないので、今では、最も有名かつ貴重なエジプト遺産となっている。 新王国第十八王朝のファラオ、アメンホテプ四世は、伝統の多神教アメン信仰を排して、一神教のアテン神を建てるという宗教改革を断行した。これをアマルナ宗教改革と呼ぶ。その信仰の証として自ら、悪縁アテンと名乗り、自身の姿を奇形に描かせるなど、芸術上でも変化を誘導した。この流れに沿った様式は、アマルナ様式と呼ばれ、 人物の入弱さ、人間的な叙情性、細かな装飾性が特徴である。ツタンカー,アーメンは、悪縁アテンの光景だったため、彼がアテン信仰からアメン信仰に戻した、ファラオだったにもかかわらず王家の谷にある墓からは、アマルナ様式のものが多く出土。同王の墓から出土の黄金の玉座は、アマルナ様式をよく表し、王と火を表した人物の体格は、 家庭的な柔らかさがある。余るな改革は急進的すぎたせいもあり、新官たちの猛反発を受けて結局挫折し、新しい様式もエジプトの伝統と乖離しすぎていたため一時限りのものに終わった。ブルックリンミュージアム、ありがとうございます。